今日はですね、えー、っと、一緒に読むんではなくて、私が読んだ後に繰り返し言ってください。例えば、my hometown って言ったら、my hometown って読んでね。で、その後、日本語の意味も言いますから、やっぱり繰り返してください。私の故郷、私の故郷っていうふうにね、日本語も英語も繰り返し言います。私が読んだ後に言います。だから、まあ聞いてて、 えー、一緒に読みながらっていうよりは、えー、あと、私の音の後にそれを真似するっていう感じかな。で行きましょうか。はい。で、ここからね今のところからね行きますよ。はい。My hometown。私の故郷。Is famous f o r 有名です e s c e n e r y デリシャスシーフード。おいしい、えー、海鮮料理。<laughs> はい。I went shopping. 私は買い物に行きました。With my friends. 友達と一緒に。Bought a new dress。新しいドレスを買いました。Could you please? してくれませんか Pass me the salt? 塩を取って。Over there. 向こうの After graduating from university 大学を卒業した後 She plans to travel 彼女は旅行する予定です Around Europe. ごめん、もう一回ね。Around Europe. ヨーロッパ中央。Four y e a r 一年間。i s considering explaining. ごめん、もう一回だ。あれ、ちょっと残るかな、これ出なくなっちゃったね。ここでは行くのに、こっちのページになるとこれ出ないな。まあいいや。行くよ、はい。 ごごめんごめんん <laughs> 私から先だね。is considering expanding. 拡張することを考えている。It's business. <S それの業務を。new markets overseas. 海外の新しい市場。 <clears throat> I'm sorry for 何々してごめんね。being late 遅れて I missed 逃した This morning 今朝 My sister is studying hard. 私のお姉さんは一生懸命勉強しています。exams。試験。wants to get into a good college. いい大学に入りたい。入りたい。<laughs> うんと、どうしようかなこれはね。ここにしましょうか。drink plenty of water. たくさんの水を飲む。e it healthily. 健康に良いものを食べる。stay in good shape。うんとね、健康でいること。 The concert tickets. コンサートの切符 .sold out. 売り切れた。within hours. 数時間で。うんとね。going on sale. 売り出すこと。I enjoy listening. 聞くのを楽しむ。Classical music.Classic 音楽 .While I'm s t u d y i n g b e している間に。Relaxing at home. 家でくつろむ。